ちょ、危ない危ない危ない、ここ危ない危ない危ない、谷沿いに、谷筋沿いに、危ない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 。どうも皆さんこんにちは、はい、鬼です。山奥の池にやってきました。クロスジギンヤンマがなんか飛んでますね。これね、山奥のため池にやってまいりました。ここはね、どんな生命体が潜んでいるのか今からね、ちょっとね、ガサってもらいましょうか。いっぱいいますからね。はじめちゃん大丈夫？大丈夫です。大丈夫、はじめちゃん、いける？やれるか？やれる。お、あ、胴長に変えるのね。おしよし、メーダーに変えて、あ、本気出す。気をつけてね、ぬかるんでるとこがありますから。ヒロポンさん、なんか取れたのこれ？あ、ヤンマじゃん。何ヤンマこれ？ヤンマ系だね。あ、しかももう修霊じゃない、結構でかい、ブリップリの。もうそろそろ巨ヤゴ。うわー、やばー、どでっかい。わわわ、松本虫や。松本虫おる？松本虫や。うわ、おるおるおる、松本虫。それ脱皮したってやつ、その白い。脱皮したですね。やばいやばい、脱皮したてだからまだ刺す力そんなにないかな。うわ、ヤゴヤゴ、あばばばば、ヤゴヤゴヤゴ、危ない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 、松本虫まだもう一匹おるの。やばいや、これこれやばいですよ、これ期待できますね、これいっぱいおる人やな、生命体が。これ期待できそう。ちょっとこっから取ってみようか。こう草入ってるところをね、こうガーッとやりますとね、まあ、生命体がね、うわ、なんかヤゴが入って、あ、なんか、なんかいました、なんかいました、糸トンボのヤゴも入ってますね、これ。おー、あー、これ細い。なんだこれ、アカネ系か、なんかヤゴがいますね。あ、これコイムシじゃねえの、これコイムシ、コイムシ、コイムシの幼虫、コイムシの幼虫おる。おっしゃ、水生反種類おる、いますね、結構これヤゴとか水生昆虫が、ね、これ豊富ですね。よし、ふぐ、落ち葉だね、落ち葉がね、こうやってね積もってますからね、こういうところガーってやってくるとね、落ち葉の中に潜んでるものが取れるわけですね。こうやってヤゴ、ヤゴとマツモムシですね。なんかカエルいると思ったらね、ツチガエルでしたね、これツチガエルちゃん。お腹も結構真っ黒だね、ツチガエルです。あー、かわいい、かわいいね、逃がしてあげよう。よしよし、うわ、危ない。リンゴ髪切ったの？ああ、うわ、かっこいい、すげえすげえ、綺麗、リンゴ髪切り、めっちゃ綺麗、すげえ、ゲリちゃん、さすがだな、飛んでましたね、ふわふわと。さすが髪切り、髪切りのプロだね。ああ、やっぱ常識が飛んでましたわ、これ常識だね。ああ、いい常識が飛んでますな。常識、やばい、なんか落ちとる、これなんだこれ、これ、ね、なんかこれスズメバチの死骸じゃないの、これ、黄色スズメバチの死骸だな、うわぁ、やば、スズメバチの死骸取れたんやっぱやべえな。取れましたね、脱皮したてのマツモムシがいっぱいおんな。マツモムシだとヤゴですね、やばいね。よし、大丈夫、どうした。いやー、お目当てがまだ取れてない。お目当てなんなんですか。ゲイゴロ、あ、また土ガエル、あ、うわ、でかっ、なんかこれ、ゲンゴロじゃないのこれ、黒ゲン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 、やばいやばいやばい、黒ゲンゴロ、これやばいよ、ナミゲンほどじゃなく黒ゲンもめん、これ珍しいよ、黒ゲンゴロ、やべえ、やばい、さすが常識隊長、圧倒的、圧倒的だ。見て、京玉取れた、これ京玉、でかいでかい、うわー、なにこれ、京玉、やばいわ、京玉、えぐー、またね、巨大ヤンマが取れました。そして京玉、あ、これ足生えとるだ、ここにもおる、あ、これツチガエルですね。うわー、やばい、これはこれかっこいいね、ヤゴ、見てこの角度、やばいね、これヤンマ系ですね、クロスジギンヤンマとかだな、多分。うわうわうわ、ごめんごめんごめん、よいしょ、よしよし、ああ、ゴミが入ってますね。なんかおるかな。あ、アカネ系のヤゴ。あ、なんかちっちゃい。あ、あ、あ、黒ゲンおる。黒ゲン、黒ゲン。でかいでかいでかい。おお、どうです。ガムシ？ガムシおった？でかい。巨ガムシ、巨ガムシ。あ、ちょうだい、ちょうだい。巨ガメ。巨ガムシ。黒ゲンですね。黒ゲンゴロ。また取れました。結構いますね、黒ゲン。またヤゴが取れましたね。これクロスジギンヤンマかな。でかいな。これ挟まれたら痛いんちゃうか、あ、痛そう、これはちょっと挟まれてみようか、痛そうですね、これね、ヤゴはね、実はこうやってしてね、こう捕獲、捕獲用ね、カシンって言うんですけど、これカシンっていう器官がこうやって発達してて、これガッと捕まえて、この大アゴで獲物ガジガジ噛み砕いて食べるんですね。ちょっと噛まれてみましょうか、ちょっと、ほら、おい、でてててててて、いててててて、ちょっと痛い、ちょっとちょっと痛め、えてててて、こうカシン、カシン結構ほら、ほらほらほら、わかる、こうやって、ほら、やばいやばいやばい、俺の指にがっつり食い込んどる。あんまり水から出してると弱ってくるんで、もう逃がしてあげましょうか、ヤゴちゃん。じっくり見てください、皆さん、かっこいいですね、ヤゴ、立派なキョトンボになれるようにね、逃がしてあげましょう。さあ、いけ、バイバイ。
ゲリちゃん取った何取った取った。あ、リンゴカミキリ。ヘリグロリンゴカミキリですね。さっきと種類が違う。今ケースがないんであれなんですけど、こっちが、まあ、普通のリンゴカミキリですね、うん、だね。これヘリグロリンゴカミキリ、アザミ食ってるやつですね。おお、やったー、やったじゃん。え、今アザミついとったの。アザミついてたっすよ。おお、すげえ飛んでた。やったー、さすがゲリちゃんで、よく見つけたね。素晴らしい。多分さすが紙切り採集の鬼だわ。常識ありますね。やっぱこれが常識力だね。そう、これが常識。常識が、常識飛んでねえかな。常識飛んでるな。常識飛んでますな。はじめちゃん、大丈夫そこ立てる？立つ足は。ちょっと怪しい。ちょっと怪しい。怪しい。気をつけて。足で追い込むやつ、網の中に。ガサガサは。そう、ガッとガッと。ガッと。うわー、ヤゴ。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 ヤゴ、水草。いやー、ヤゴ、あ、なんか、なんだこれ、あ、お玉、ちっちゃいお玉だ、かわいいね。小玉だね。どうした？あ、隊長どうしたお前。隊長どうした？あ、俺取れ。隊長。俺の網が。隊長、やってしまった。ポッキリ。ポッキリ。隊長。隊長、武器壊してどうすんねん。がないならまだでもちょっと使えるでしょ。まだ上半分は使えるだろう。いけるいける。いけるんだ。戦える限り戦う、それが常識でしょ。隊長、間違いない。向こう岸もなんか良さそうな感じですね。あれ草が沈んでますしね。あれ、ああいうとこなんかいますよ。またこっちとはね、ちょっと環境が違いますから、なんか違ったものがあっちにね住んでいるはずですね。でっかい巨大アメンボがある。大アメンボだ。ああ、大アメンボだね。あれ どでかい。やべえ、でかい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 。はじめちゃん、ここっすよ。ここ巨大ゲンゴロウとか巨大ヤゴとかね、もしかしたら巨魚もおるかもしれんけども、いろんな巨大生物潜んでるけども、ちょっとはじめちゃんその辺おるから、ちょっと決めてくれよ。大丈夫か、気をつけ、危ないぞ、気をつけて。いけ。やっぱいけ言うたらはじめちゃんですか。どう、なんか取れた？どう？あ、あ、なんか今日、キョヤゴが入った。あ、抜け殻か、キョヤゴ。キョヤゴ抜け殻っすね。もうちょっと奥。もうちょっと奥だ、はじめちゃん。なんか潜んでるぞ、ここは。いけいけ。そう、ガサ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 っと。どうや？どうや？どうで？取れた？あ、まつも虫。幼虫。とヤゴってね。ヤゴ、あー、なんかちっちゃいゲンゴロウは取れとるね。クロトマメゲンですからね。うん、よし、はじめちゃんがさらに奥に分け入っていく。どんなものを取るのか、やつは。大丈夫か、はまんなよ。はまんな、危ないぞ。アビがすごい。これどうしましょうね、まず。アビがすごいことだと。刈り取る形になっている。何の形ですか、これ、隊長。現代アート、決めます。あ、常識隊長、圧倒的常識力見せてくれよ。見せつけてくれ。あら、うわついに折れてしまった、完全に。ポッキリ。あ、なんかこれさっきいたやつ。あ、折れましたね、ちっちゃいゲンゴロウちゃん。あ、まあ、ヤゴもいますね。はじめちゃん、イモリおったん？イモリおりました。ちょっと見せてや、イモリ、イモリ。あ、でかいイモリ、おっきい。キョイモリ、メスだね、そのイモリ。あ、オスか。これイモリ、オスだな、このイモリ。でかっ！キョイモリ。危ない。でかいイモリ、巨大イモリ。赤原イモリですね。下の方はどう？幼虫。うわ、あ、これ妖精だな、イモリの。イモリの妖精もいるんですね。繁殖してるんですね、ここでイモリが。やばっ。やべえよ、これ。巨大イモリ、これ毒あるからね、はじめちゃん。危ないよ。隊長、なんすか、それ。俺は、カマですね。カマ、なんか刈り取るの？命刈り取る形しとるね、確かに、はい、プラス38ですね、次。おお、やべえ、強そう。その辺で売ってる武器よりは強いですね。これで常識力見せつけるの？見せつける。この京オタマ、ツチガエルのオタマですね。ツチガエルはね、結構オタマが大きくなってからカエルになるんですね。さあ、いけ。常識隊長、何取ったんですか？あ、これガムシとクロゲンじゃん。ガムシとクロゲン、あ、結構おったね。ガムシとクロゲンおるな、ここ。どでかいのが、はい、ブラキモン。やりましたね、常識隊長。やりました。これ巨大な黒い生命体、うわー、えぐー。これヒロポンの食事になるんですか？そうですね、
やばいね、あいつこれ食うんや。食えるのかな。まあ毒ではないから食えるか。食わなく、食えなくても食いますからね。なるほど、さすがっす、うん。